今日はですね、新商品というわけではないんですけども、グローハイパー用のタバコですね。これをちょっとご紹介したいと思います。こちらのラッキーストライクですね、ダークとリッチ、ダークタバコ、リッチタバコですね。これをちょっと吸ってみてレビューをしてみようかなと思います。まあ、なんでこれ選んだかと言いますとですね、まあ、非常にあのタバコ感が強くて、紙巻きタバコに一番近いのは、まあ、加熱式の中ではですね、このタバコじゃないかということで、まあ、そういう評判があったんで、ちょっとこれを試してみます。でこれは昨年11月に発売されまして、値段は290円で安いですね。ただあの本数が12本入りなんですね。12本で290円という感じですね。でグローハイパー用はこうフィルターに穴が開いているのが特徴ですね。本当タバコみたいにこのフィルター部分の紙が茶色くなってますね。でこれダークで、でリッチですね。まあ、リッチの方はちょっとここ紙が白いんですけど、まあ、リッチの方が軽くてダークの方が強いっていう、そういう感じですね。まあ、この特徴がですね、あの紙巻きタバコのラッキーストライクっていうのはタバコの中の刻み幅があの粗いっていうのが一つの特徴なんですけど、これもですねちょっとあんまり分かんないかもしれないですけど、分かりますかね。結構タバコやっぱり粗いんですね。だこの粗いことによって結構タバコ感が出ると。であのこれあの公式の情報によりますと、タバコジェルテクノロジーっていう、まあ、手法で、他の加熱式のタバコとは違う手法で作られていると。でタバコ本来の風味を強く感じ、深みのある味わいの実現を目指した新製法ということですね。でこれをじゃあまず、そうですね、このダークからいってみましょうか。ダークの方ですね。でグローハイパーですね。ブーストモードでいきましょうか。で1回目の振動、2回目の振動ですね。5秒間長押しして、ブーストモードだとこうくるくるライトが回ります。あ、これでスタートですね。まあ、加熱式タバコ独特のなんかちょっと香ばしい香りですね。これはまあ少しはありますね。確かにちょっと強いですね。最初の第一印象は少し強いなという感じですね。ちょっと舌にもピリッとくる、まあ、紙巻きタバコだとそういうタバコよくあると思うんですけど、ちょっとピリッとくる感じでタバコだなっていう、タバコ感がすごくありますね。まあベースは、まあ、メンソールでもないし、果物とかのフレーバーもついてないんで、まあ一般的にレギュラーって呼ばれるタバコと同じ系統なんですけど、タバコの香りが少しやっぱり強めなのと、タバコとしても強いですね。とちょっと辛みがありますね。確かにちょっと強いのがいい人はこのダークの方がいいかもしれないですね。本当他の動画でもお話したんですけど、まあ、当初のアイコスなどで使われてたタバコからだいぶ、まあ、タバコだけじゃなくて機械の進化もあると思うんですけど、まあ、だいぶ良くなって吸った感じ、まあ、最初はちょっとまずいなっていうのが最初の第一印象だったんですけど、今はちょっと美味しいなっていう感じになってきましたね。ちょっと強めのタバコですね。じゃあもう一本のリッチを吸ってみましょうか。一回消しますね。じゃあこちらのリッチですね。
こっちもブーストモードでいきましょうか。はい、ブーストモードです。なんかダークよりちょっとなんか甘いような香りが少ししますね。ちょっとブーストモード勢いよくすると熱いですね。あんまり勢いよく吸わないようにしてもらうといいかもしれないですね。確かに強さはちょっと弱いですけど、同じようにやっぱり舌にピリッとくるタバコの感じですね。これはありますね。まあなんていうか派手さはないですけど、タバコ、紙巻きタバコを吸ったなっていう感じにやっぱり近いですね。ただやっぱりこの加熱式タバコ独特の最初の香ばしい香りというか、まあちょっと甘い感じですよね。あれはあるのはありますね。ただそれが嫌な感じではだいぶなくなってますよね。うん、なかなかいいですね。ちょっともう一回ダークの方、普通のブーストモードじゃない方で吸ってみましょうか。これグローハイパーってまあこう置ける形になってるんですけど、これがまあプルメックスとかアイコスに違ってこう置けるっていうのはまあ良さとも言えるんですけど、皆さんどうですかね、置けると役に立ちますかね。まあこう置いちゃえばいいっていう考え方もありますけど、なんかいいですかね、これ置けると利点があるのかどうか。通常モードでノーマルモードですね。で3秒長押しですね。1回目の振動で通常モードだとこういうくるくる回る感じじゃなくて順番についてきますね。はい、じゃあ吸ってみましょう。そんなに大きく変わるっていう感じではないですね。ちょっと下にピリッとくる感じとかタバコ感は少なくなってるような気がしますね、通常モードですと。だからちょっとなんていうかガツンとしたのを味わいたい人はブーストモードがいいのかもしれないです。じゃあこんなところで今日はグローハイパープラス用のタバコ、ラッキーストライクダークタバコ、リッチタバコのご紹介をしました。ご視聴いただきありがとうございました。